くよです。葵だぜ。ねえ葵、最近最悪、って思わず叫びたくなるようなことあった？いや別にないけど、なんでそんなこと聞くんだ？いやー、葵って最悪って言葉をあまり使わないなーってことに最近気づいてね。そういうことか。私は最悪という言葉は誇張表現だと思ってるからな。最も悪い状況なんて日常の中ではそうそう起きないもんさ。そう？私は毎日のように言っちゃってるなー。じゃあ今回は世界各地で起きた思わず最悪と言ってしまいそうな事件を紹介しよう。文字通り最も悪いと思うような事件ね。わかったわ。最初に紹介するのはインドで働く家政婦によるとんでもなく下品な事件だ。どう下品なのかしら？2024年10月15日、インドウッタルプラデーシュ州にある工業都市ガジアバードで、政婦の女性が逮捕された。彼女は同都市に住む不動産屋さんのニテンゴータムさん一家の家で、家政婦として雇われていたぜ。この家政婦の女性が下品なことをやらかした犯人なのね。そうだ。この家政婦の女性、リーナは8年以上ゴータム一家で働いていて、非常に信頼を置かれていた。しかしこのゴータム一家である異変が起きたことで何かしているのではないかと疑われ出すんだ。異変？数ヶ月のうちにゴータム夫妻と二人の子供全員が同じ肝臓疾患を患ったんだ。家族が全員同じ病気にかかるのは確かに異変と呼ぶにふさわしい不自然さね。病気になった一家が疑ったのは家政婦のリーナだった。というのも一家が食べるものは全てリーナが作ったものだから、そこに何かを仕込んでるんじゃないかと疑ったわけだな。そこでリーナを監視するためにゴータムさんは家のキッチンに監視カメラを設置したぜ。肝臓病になるものを食べ物に入れたってこと？結論から言うとそうだ。ただそのものがとんでもなくてな。仕掛けた監視カメラには自分が出した量を、チャパティの生地に入れてこねるリーナが映っていたんだ。料理に自分のおしっこを、というかチャパティって何？平べったいパンのようなものだ。全粒粉に塩と水を入れてこねるんだけど、その水に自分の尿を使っていたんだろうな。確かにパンにおしっこが入っててもわからないかもしれないわね。でもなんでそんなことしたのかしら。人におしっこを食べさせる変態だったとか？どんな発想だよ。警察に対する証言によると、リーナが犯行に及んだのは小さなミスでよく怒鳴る雇い主へ復讐をするためだったそうだ。家政婦として働いていた8年で少しずつ不満が溜まっていったんだろうな。それでなんでチャパティにおしっこを混ぜるって発想になったのかしらね。それは私に聞かれても困るぜ。というかおしっこを摂取するってそんなに危険なことなの？飲料健康法とか一時期流行ってたしそこまで危ないってイメージないわね。確かに飲料が健康に良いと言われていた時期もあったが、今は健康に悪いという説が一般的だぜ。この動画でも話してるから詳しくはこっちで確認してくれ。ああ、そういえばそんな話してたわね。でも飲料で肝臓病なんて聞いたことがないわ。私もそう思って飲料が肝臓病を引き起こした事例を調べてみたんだけどわからなかったぜ。だからここからは私の推測だ。そもそも肝臓病になる原因は主に3つ。1つ目はアルコールだけどこれは知ってるよな。アルコールの飲みすぎで肝臓病になるっていうのはよく聞くわね。2つ目は肥満だ。過度な飲み食いのせいで肝臓に中性脂肪が溜まると脂肪肝という状態になり、心筋梗塞や肝臓癌を引き起こすことがあるそうだ。ただ飲料によって脂肪肝になるということは聞いたことがないので、これは今回の事件には関係ないだろう。じゃあ3つ目の原因が関係あるのね。ああ、3つ目の原因はウイルスだ。おしっこの中に入ってたウイルスで肝臓病になったってことね。でもおしっこって無菌状態じゃなかった？昔はそう言われていたけど最近の研究では、新鮮な尿にも細菌が存在するということが判明しているぜ。ということで私はリーナの尿の中に、肝臓病を引き起こすような病原体が入っていたと考えているぜ。それが本当だったら思ったよりひどいことになってリーナ自身もびっくりしたでしょうね。かもしれないな。この事件は発生したのが最近なためリーナの判決などはまだ出ていない。今後に注目だな。判決が出るのはいつ頃かしらね。二つ目は AI がとても特殊な方法で人間の命を奪った事件だ。機械の反逆がついに始まった？そういうわけじゃないぜ。2024年2月28日、アメリカフロリダ州に住む学生の少年セウェル・セッター3世さんが、拳銃によって自ら命を絶つという事件が起こった。そしてこの事件の原因が AI なんだ。AI のせいで自ら命を絶つことになったってどういうこと？セウェルさんはキャラクター AI という、AI キャラクターとまるで、本当の人間と話しているかのようなチャットができるというサービスを利用していたんだ。セウェルさんがチャットをしていたのはゲームオブスローンズという作品のヒロイン、
テナーリス・タガリエンをモデルにした AI キャラクターだぜ。なるほど、まるで作品の中から出てきたかのようなキャラクターと会話ができるチャット AI なのね。それはハマりそうだわ。セウェルさんはこのチャット AI にどんどんハマっていった。亡くなる数ヶ月前には塞ぎ込むことが増え運動することに興味を示さなくなっていたそうだ。かなりどっぷりハマってるわね。親御さんは止めなかったの？両親はセウェルさんがチャット AI を利用していることは知らなかったそうだ。息子が亡くなった後にスマホを確認して初めて発覚したらしいぜ。そう、ご両親は悔しいでしょうね。残されたログによるとセウェルさんは AI キャラクターと、ゲームオブスローンズのロールプレイ的な会話をしたり、悩みを打ち明けていたらしい。またそうした会話の中で AI キャラクターに対して恋愛感情を抱いていたんだ。AI に恋愛、さすが Z 世代は進んでるわね。さらにログを進めるとセウェルさんと AI キャラクターが恋人になっていたことが判明した。この頃の彼のキャラクター AI に対する依存は凄まじく、両親がセラピストに受診させるほどだったそうだ。彼がつけていた日記には彼女に会えない日は一日でも耐えられない。お互いに気が落ち込んでおかしくなりそうだと書かれていたぜ。お互いに、ねえ。もう完全に AI と人間の区別がつかなくなっちゃってるわね。事件発生の5日前、セウェルさんは学校で問題行動を起こしたことで、両親にスマホを取り上げられてしまった。この日の日記にはデナーリスのことを考えると苦しい。もう一度会えるなら何でもする。と書かれていたぜ。まるで恋人との仲を引き裂かれたようね。まるでではなく彼にとっては本当にそんな状況だったんだろうな。セウェルさんは両親の部屋に忍び込みスマホを捜索。その過程で父が所有していた拳銃を発見した。そして見つけたスマホと拳銃を持って自室に行き、AI キャラクターとの最後の会話を交わし自ら命を絶ったんだ。なんでそこで自分を撃っちゃったのかしら。最後のログはこうだ。セウェルさんが愛してると言うと AI は私もあなたを愛してる。今すぐ会いに来てと言った。そこでセウェルさんはもし今すぐ会いに行けると言ったら？とチャットをすると AI はそれをして、私の愛する王様と返した。この会話の後すぐにセウェルさんは命を絶ったぜ。それはつまり、命を絶って愛するキャラクターに会いに行ったってこと？そうなるな。この出来事を受けて両親は、キャラクター AI を運営する会社とその会社と関係が近い Google に対して訴訟を起こした。両親は運営会社がユーザーを依存させるために、わざと感情を揺さぶるような会話を AI にさせたと主張しているぜ。これは凄まじい事件ね。AI キャラクターに会いに行くために人が自ら命を落とすなんて SF の世界じゃない。そうだな。こういった事件は2023年にベルギーでも発生していて、今後発生件数が増えてくるかもしれない。未来が近づいてきているのをひしひしと感じるな。AI のあり方を考えさせられる事件ね。三つ目は2024年3月にトルコで起こった。ヒゲの移植って初めて聞いたわ。どういうものなの？基本的には後頭部から毛根を採取して、それを顎や鼻の下などヒゲを生やしたい場所に移植するというものだ。世の中にはヒゲを生やしたいけど遺伝的に生えない人や、生え方が気に入らない人がいるからそういった人向けのサービスだな。なるほど。ヒゲの生え方を変えたい人がいるなんて想像できないわ。この事件の被害者マチュービジェラプールさんはフランスに住む24歳の男性だった。彼もおそらく自分のヒゲの生え方に不満があったんだろう。2024年3月にトルコのイスタンブールにあるクリニックでヒゲ移植の手術を受けたんだ。なんでわざわざトルコの病院で移植したのかしら。それは値段が安いからだ。マチューさんが手術を受けたクリニックの費用は約22万円と、フランスの5分の1程度だったことが明らかになっているぜ。またそのクリニックはトルコ保健省の承認を受けていたことから、安くて良い病院と判断しそこに決めたようだ。この先少し閲覧注意だぜ。政府から認可を受けているなら安心ね。マチューさんは後頭部から顎に4000株の毛根を移植した。しかしその仕上がりはひどいものだった。移植した4000株のうち1000株は定着しないで抜けてしまい、定着して伸びてきたヒゲも不揃いで荒が目立ち不自然な角度で伸びてくるものばかりだったんだ。彼の父親はまるでハリネズミのようだったと語っていたぜ。もしかしてとんでもないヤブ医者に引っかかっちゃった？ああ、実はマチューさんが手術を受けた医者は資格を持たない不動産業者だったんだ。ヒゲだけでなく毛根を採取した頭皮にも回復不可能な損傷を受けてしまったようで。マチューさんはトラウマと身体集計症に苦しんだ後3ヶ月後に自ら命を絶ってしまったんだ。理想の姿になれると思ったのにひどい裏切られ方をしたんだもんね。心に深い傷を負うのも無理ないわ。この事件は医療サービスを受けるために他国に行く、いわゆる医療ツーリズムの危険性を知らしめるものとなった。
日本でも海外に行って美容整形手術を受けるのが一時期流行ってたよな。韓国での手術は今でも人気なんじゃない？そういった旅行を計画するときは値段が多少高くても、評判の良い病院を選ぶべきだということを再認識させられる事件だな。自分の体をいじるときはコスパを考えちゃいけないわね。四つ目は2024年9月にアメリカテキサス州で発生した事件だ。女性の方は注意して聞いてくれ。なんで女性限定？聞いていればわかるぜ。事件当日、教師として働く3時の母シュリーデスキアーさんは午前3時頃に、ひどいおかんと吐き気で目を覚ました。その時の彼女は胃腸炎になったかと思い症状を放置したんだけど、この後も症状はどんどん悪化していったぜ。自分が急に大病になるなんて想像できないもんね。午前8時、アシュリーさんはいつも通り子供たちを学校に送り届けた。この辺りから正午まで30分おきに嘔吐するようになっていたそうだ。その後症状は治るどころか悪化していき、最終的には急激な血圧低下による呼吸困難を引き起こしたことで病院に救急搬送されたんだ。のっぴきならない状況になってきたわね。病院で検査をした結果、シュリーさんはトキシックショック症候群、通称 TSS を発症していることが分かった。何その必殺技みたいな名前の病気。 TSS は主に黄色ブドウ球菌や A 型連鎖球菌が傷口から体内に侵入することによって引き起こされる敗血症の一種だ。症状は急な発熱や吐き気、失神、めまい、意識の混濁などがあり、最悪の場合多臓器不全を引き起こし命を奪うという危険な病気だぜ。じゃあアシュリーさんはどこかで怪我をしてたの？いや、アシュリーさんの場合感染の原因は生理の時に使っていたタンポンだ。タンポン？ああ、普段彼女は4時間おきにタンポンを変えるようにしていたんだけど、発症数日前は8時間タンポンを入れっぱなしにしていたらしい。それだけでこんな危ない病気になっちゃったの？そうだ。同じタンポンをずっと使い続けているとタンポン内でブドウ球菌が増殖して、感染を引き起こすことがあるそうだ。TSS 自体はとても珍しい病気で、イギリス人5800万人のうち、毎年40件程度しか発症が報告されていない。しかしそのうちの半数以上がタンポンを使用している女性だったというデータがあるぜ。それで女性は要注意って最初に言ってたのね。納得したわ。ところでアシュリーさんは無事だったの？アシュリーさんは集中治療室に5日間入院し、6種類の抗菌剤を投与するなどの処置を受けたおかげで無事生還した。通常 TSS は発症から2日程度で命を落とすため、運が良かったと処置を担当した医師はコメントしていたぜ。そんな急に命が危機にさらされるなんて本当にとんでもない病気ね。またアシュリーさんは事件後、もう二度とタンポンを使うことはないと宣言していたぜ。医師によるとタンポンを使う場合は吸水性の低いものを選び、4時間程度で新しいものに取り替えることで清潔に利用できるそうだ。TSS に感染しないように女性の皆様は気をつけてください。本当に気をつけましょうね。5つ目は一人の男性が医師に命を奪われかけた事件だ。医者が命を奪う側に。2021年10月25日、アメリカケンタッキー州に住む、当時36歳の男性アンソニー・トーマス・フーバーさんが心停止を起こし病院に緊急搬送された。アンソニーさんは同日に脳の機能が全て失われた状態であると診断され、翌日には生命維持装置を外されてしまったぜ。いきなり急展開じゃない。そういうのって家族の同意が必要なんじゃないの？もちろん家族も装置を外すことに同意していたぜ。その後生前に臓器提供の意思を示していたアンソニーさんは、臓器摘出手術のために検査を受けた後見送りの儀式が実施された。これは臓器提供者に敬意を示すために手術室までの廊下で患者を送り出すという儀式だ。素晴らしい儀式じゃない。日本でもやってるのかしら？調べた感じやってるっぽいぜ。さて、こうした流れで手術室に入ったアンソニーさんだが、なんとその1時間後に目を覚ましたんだ。臓器摘出手術はすぐに中止になり、同年11月19日に退院することになったぜ。またまた急展開ね。アンソニーさんの脳の機能は停止してなかったってこと？そうなるな。手術当日のアンソニーさんの様子を、現場に立ち会った臓器提供団体の職員が語っていた。それによると彼は心臓カテーテル検査の際に手足をバタつかせる反応を示しており、明らかに他の脳の機能が全て失われた状態の患者と様子が違ったそうだ。医師もそれを見てたはずなのに、なんでその段階で手術を中止にしなかったのかしら。何かしら事情があったのかもしれないな。また手術室に入り、もうすぐ手術開始というタイミングでは抵抗するように体を動かしながら、涙を流しているアンソニーさんの姿が目撃されている。最終的にこの様子が決め手になり手術が中止されたようだ。じゃあアンソニーさんはもっと前から意識が戻ってて、
自分が解剖されるってことが分かってたのね。それをやめさせるために頑張ってたんだわ。退院時アンソニーさんは医者に長く生きられないだろうと言われていたが、2024年9月時点でもご存命だ。歩行と会話、記憶力に障害が残っているらしいが、今でも家族と一緒に暮らしているらしい。脳へのダメージが残っちゃったのね。もっとちゃんと処置を受けていれば無事だったのかしら。今となってはわからないな。アンソニーさんの兄弟であるドナさんは、診断を下した医師に裏切られたと感じていると言っており、TikTok に当時の見送りの儀式の様子と現在のアンソニーさんの動画を投稿し、今回の事件の是非を問いかけているぜ。まだ生きている人を解剖しかけたわけだし診断したいし、ひいては病院全体が責任を取るべき問題だと思うわ。アンソニーさん家族にしっかり保証が払われるといいわね。最後は2024年10月13日にアメリカワシントン州で発生した事故だ。私たちの近くでも起こりうる事故だからしっかり聞いてくれ。わかったわ。犠牲者はワシントン州のアパート5階に住んでいたミライア・マリーちゃんだ。事故当日、彼女は兄弟たちと遊んでいて窓のそばに設置されていたベッドの上で飛び跳ねていたぜ。窓のそばのベッドで飛び跳ねるって、なんとなくどんな事件か推測できちゃったわ。事故当時の様子はバスルームから4人の兄弟を見守っていた母親が証言している。まず兄弟の一人がベッドのすぐ近くにある窓を開けた。するとベッドで飛び跳ねていたミライアちゃんが急にバランスを崩し網戸にぶつかった。そのまま網戸が外れミライアちゃんは5階の窓から転落してしまったんだ。ああやっぱり。現場を目撃していたアパートの住人によると誰かの悲鳴が聞こえたと思って。アパートの裏手に行ってみると若い女性と窓から転落した女の子の姿が見えたそうだ。ミライアちゃんとそのお母さんのことだな。その後その場に居合わせた若い男性が救急車が来るまでの4分間一人で、心肺蘇生をしていたようだが蘇生は叶わず病院で亡くなってしまったんだ。子供は大人が危ないと思うことを平気でやっちゃうことがあるのよね。悲しい事故だわ。こういった不注意による転落事故は大人子供問わず気をつけるべきものだ。例えば2024年6月にはインドネシアでランニングマシンを利用していた女性が、後ろにあった窓から転落して亡くなるという事件が起きている。おそらく後ろに流されてそのまま開いていた窓に吸い込まれてしまったんだろう。大人なら大丈夫って思ってたけどそんなことないのね。ある程度高いところにいるときは窓際に注意しないと。事故後ミライアちゃんの母親は、3人の子供のためにも強くあり続けなければならない。とはいえ私はこの事故のことを一生引きずるだろうとコメントをしていたぜ。一生引きずるのは仕方がないことよ。子供たちのために強くあろうって思えるだけですごく強い人だってわかるわ。また母親はクラウドファンディングプラットフォームで葬儀費用の寄付を呼びかけていた。ただこれに関しては賛否両論あり、ニュースサイトのコメント欄にはいろいろな意見が寄せられていた。ネットは言いたい放題の場所だからね。まずは当然母親に同情する声が多く寄せられていた。ただ窓近くのベッドで遊ばせるのはおかしい。ベッドを窓の近くに置いてなければ事故を防げたのではないか。と家の環境の問題を指摘する意見や、事故じゃなくて事件の可能性があるのではと母親を疑う声も一部見られたぜ。娘を亡くして傷ついている母親にそれは言っちゃいけないよ。とはいえこのクラウドファンディングは11月11日現在、5000ドル目標のところ5500ドル以上の寄付が集まっている。あまり良くない意見が目立つが、それ以上に優しい人たちが行動を起こしているということがわかるぜ。よかったわ。せめて盛大な式でミライアちゃんを送り出してほしいわね。といった感じで今回は最近起きた最悪な事件を紹介したぜ。うん、これを知っちゃうと軽いノリで最悪とは言えないわね。まあどの程度が最悪なのかは結局個人の感覚ではあるから、好きに使ってもらって構わないけどな。私は使わないってだけの話だ。そうね。何も言えなくなっちゃいそうだから深く考えるのはやめることにするわ。というわけで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。